孫権孫権は、三国時代の暮れの初代皇帝。字は厨房。神代の四古前書の記載によると、先祖は、春秋時代の兵法家、孫部に遡るとされ、さらに、石膏省甲州の扶養区南部に、龍門古鎮という村があり、現在は、観光地になっている。この村では9割の人の姓が、孫で、孫権の末裔と自称している。 この村の続府では、革命家の白家の孫文も該当するというが、実際には、孫権の祖父をはじめとして、どのような家柄の生まれであったか真偽のほどは、不明である。182年、河和五年、父の孫権が、下否の剣進むであった時、伊豆三女の、第四子、次男として生まれた。八十四年、河和七年、太平道の聴覚によって勃発した宗教的な、 反乱である黄巾の乱の鎮圧のため、父は、官王朝の中老将であった、主春の下で参戦。孫権と母のご子や兄弟たちを、旧皇軍受春に残した。百八十九年、中平六年、兄の孫作に連れられ、六皇のぶるの周遊屋敷に移住した。百九十一年、初平成二年、父が、高祖の部下に射殺された、上陽の戦い。葬式が終わった後、 一時的に、公領軍江戸に移り住み、暮れ婦人はそのまま維持を扶養した。百九十三年、初川西四年、孫作は、演術の旗本に入った際、旅藩を使わして、家族を極阿に住む五景のもとへ送り届けた。翌年、孫作は、演術のために、露光を攻めていた。洋州の死流洋は、演術と孫作を恐れて、対立の構えを取って、五景が、 太陽軍を追われた。この時、孫作の家族はことごとく、竜陽の地盤にあったため、諸治は人を極阿に使わして、ご子を呼び、孫健と弟らを引き連れて脱出し、これを保護した、ご所七殿中、公表殿。母と共に平や後の丘領に移住した。195年、公平二年、孫作が高頭で拒兵する。劉陽軍を破った後、孫は阿に入って、 武将の鎮らを岡寮に派遣して一族を迎えた。その後の聖戦で孫権は常に兄に随従した。この頃孫権は詩人と交流を始めるようになり、その名が知られると装名簿は父や兄に等しくなった。孫権は計略や防御があるたびに参画し、孫作は彼を非常な逸材として自身でも及ばないと考えた。196年。 県安元年、これを、非戦県庁とした。笹釘行為を代行した。クレ軍に、古相と修禅に学問を学んだ。周康氏と藩将がその配下になる。この年、高齢に挙げられる。199年、県安四年、孫作の露光大使、劉伊佐夫の征伐に従った。劉伊佐夫を破ると、進んで、砂、仙、武漢士、江夏区成功に、 高を打った孫作の高等兵定。徐州高領軍を攻めたが、高領大衆の陳のボルに大敗した。二百年、懸案五年初、孫氏は曹操と同盟を結んでいた。孫健と弟の孫よく可視空である曹操に、招兵された、実際は人質として、結局はいかなかった。父の孫健、兄の孫作を相次いで亡くし、二百年春、 19歳で、軍閥の後継者となる。長将に、主婦の礼を取り、父や兄から引き継いだ、家臣団、周遊、手広氏、両判断をまとめ上げるとともに、積極的な人材投与を行っていた。この際に、周遊からも、主君は賢者に親しみ詩人を尊重され、記載を認め、異能を取り上げておられます。先哲によって、天命を受けて、 粒子に代わるものは必ず盗難に起こるとのことでし、最終的に定業のもとを築き上げたと予言され、そして、露宿を進めた。露宿は、北方の騒乱に乗じて、皇祖、劉氷を攻めて、慶州を制圧し、長江を北岸として拡挙してから、自ら帝王を名乗るべしとしたを提案した。これからも、陸村、諸葛金、府、雇用、銭、厳春、露体、女性、 主観、楽等らが登用した。同年、盧溝大使の理術が離反したり、孫健は、女、孫賀を率いて、兵を挙げて、官状に、理術を攻めた。理術が討ち死に、そのかきべ三万人を得る。二百三年、県安八年、父の仇である高祖を討伐する。高祖軍は、敗れて奔走した。しかしこの時、幼州の悲観民族である山越の反乱が活発に、 なった。孫権は余生に帰ってきて、旅藩に命じてに美を平定させ、帝広氏に落奴を打たせる。賢安、環境、南平の不服住民たちがまたたみれ、ガヒ氏に命じて撃破した。反乱の頭目はことごとく捕虜となり、討ち取った首は六千にもなったという。後、皇祖の元部下関連を受け入れる。それ以外に、孫欲や孫画か乱に殺されたり、 いとこの孫公が反乱を企てたり、孫多福が曹操と内通したりと問題があったが、解決した。伏進の国旗を曹操へ使者として派遣し、朝廷の内情を調査する。206年、県安11年、孫健は、周遊、孫遊、両党を率いて、山越えの浅田室、ほとんを討伐する。一万人余りの捕虜を得、勝利を収めた。207年、 県案十二年、高祖に生成し、母が重い病気になったのでその人を捕虜として帰還した。翌年、県案十三年には高祖を打ち取った。江夏軍の南部を得た。この年の年末、曹操が大軍を率いて南下してくると、孫子軍閥は抗戦か降伏かの決断を迫られた。近頃在場を数え立てて、罪人を討伐戦とし、軍旗が南に向かったところ、 劉僧は何ら抵抗も示さず降伏した。今度は、水軍八十万の軍勢を整えて、将軍、あなたとお会いして、呉の地で首領をいたそうと思う。孫権はこの手紙を受け取ると軍心たちに示したが、震え上がり顔色を変えぬものはなかった。豪族の集合体である孫子軍閥の性質から、基準派、長将、旗松等が大勢を占める中、孫権は高専派、周遊、 ロシク等の意見、及び尊権に救援を求めるために、ロシクに随行する形で、劉備から派遣された諸葛亮の説得により改戦を決断した。尊権は刀を抜くと、前に置かれた上層文を載せるための案、机を切りつけて、お前たちの中に、これ以上、降伏すべしと申す者がおれば、この案、机と同じ運命になると思え、と言った。かくして尊権は、 劉備と同盟を結び、曹操と戦うこととなった。周遊らは、同年の赤壁の戦いで、郊外の日攻めにより曹操の水軍を大いに破る。江南の気候や地政に不慣れな曹操軍は薬病に苦しめられていたこともあって、不利を悟って撤退した。赤壁の戦いの前後に、孫権は十万の兵を率いて、百余実、合飛を攻撃したが、落とすことができずに撤退した。 戦後、劉備は、劉表の長子の劉備を上氷して、慶州市氏,氏に立て、慶州南部の武良、長佐、慶応、霊僚の四軍を併合した。また、孫権は、劉備と共に、南軍を攻め取り獲得し、劉備の上奏で、助衆牧、行者機将軍に就任した。その後、ほどなくして劉備が死去したために、劉備自ら、慶州牧となった。妹を、 劉備の性質として突がせ、劉備は、呉の京都である慶区地におもき、孫健と面会し、個人的な友情を結ぶ。慶区地会談では、石壁から慶州争奪戦で獲得した領地の領有権について話し合った結果、劉備と協調して、曹操に対抗すべきだという露宿の提案により、孫健は劉備に慶州の数軍を貸し与えることとし、劉備は、南軍、武量、調査、 慶陽、霊寮の慶州南部の五軍を領有することとなった。二百十年、県安十五年、甲州志士の府を派遣して、首相を服属させ、呉れ居を傍殺した。甲州の南海、津林、甲氏、日南、玉掛、耳、相護、九馬、合歩の九軍を領有した。二百十二年、県安十七年から翌年にかけて、曹操とジュスで交戦し、 自ら出陣して、これを撃退した、十数口の戦い。214年、県安19年5月、旅蒙関連を率いて、総々領の環城を攻撃、工場戦は朝のうちに終了した。旅行大使の主光と、数万人の男女を捕らえた。215年、県安20年、合飛城を攻め、孫権は合飛の戦いなどにあっては、 攻撃時は自ら陣頭に立ち、退却時には最後まで戦場に残って、退却の指揮を取るなど有猛果敢であったが、それが過ぎて軽率である場合もあり、命を落としかけたことも、幾度かあった。同年、劉備が、益州史史の劉将を攻め下して、益州を領有すると、孫権は劉備に、慶州の調査、慶陽、霊陵の三軍の返還を要求した。しかし、 劉備は、領州を手に入れてから、慶州の全領地を返すとして、履行さらに延期した。豪を煮やした孫権は三軍を支配するため役人を送り込んだが追い返されたので、旅網羅軍隊を派遣し、調査、京洋、霊領を奪ってしまった。劉備も大軍を送り込み、全面戦争に発展しそうになったが、曹操が艦中に進行したので、劉備は孫権と和解し、 調査、慶應を孫権に返還し、表向きの同盟友好関係が回復した。実際にはこの年、孫権は、漁毛の意見を採用して、慶州への政党戦争を準備している。217年、懸案22年、曹操が、樹スを攻撃したため、漁毛を大将に任命して防がせた、樹ス口の戦い。山越も曹操にこうして挙兵したが、 がひとしとリクソンに明示的揮破した。曹操との戦線が膠着すると孫権は、助将を派遣して、曹操に形式的に真珠を申し入れたため、曹操軍は引き上げ、そして曹操に定位を進めた。この手紙を見た曹操は、この小僧がひざまずいて見せながら、私をいろりの隅の上に据えようというのかと言った。劉備が駅州と慶州の半分を支配して、 勢力を拡大する中、219年、懸安24年、慶州の守備を任されていた菅武は軍を率いて、北上した。孫賢は、呂蒙、陸遜を率いて、関羽を討伐する。呂蒙は、先方としてに、南軍、霊領、武領三軍を奪わせ、大量を失った関羽を捕らえて処刑した、繁城の戦い。あと、長城、佐和、藩福祉、竜はじめに招兵された。 慶州の奪取によって劉備と敵対した孫権は死去した曹操の後を継いだ曹丕に接近した。五官の検定から前状を受けて義を建国した曹丕の皇帝位を承認し、形だけ進化の礼を取って豪に封ぜられた。また、鎮家、表広し、鎮、長派からを使者として派遣された義との安定した関係を築いた。北方の安全を確保した孫権は、 222年、期発3年、慶州奪還のために闘進してきた、劉備率いる職官軍を医療の戦いで、陸村に迎え撃たせて打ち破り、慶州の領有を確実にした。孫健は劉備が白御門に泊まっていると聞き、死者の帝泉を派遣して和睦を凍った。劉備はこれを同一周、平を何度も派遣して到令させた。これによって、三国の領域が確定した。 食感を破り和睦したため、義と同盟する必要のなくなった孫権は、形式上侵入していた義から離反し、公部という独自の言語を使い始めた。この年が、後の建国の年とされる。失意の劉備が死去すると、諸葛亮は孫権が劉備の死去を聞けば、威信を抱くだろうと深く心配していたが、東芝を派遣して孫権との友好関係を整えさせた。こうして、 翌二百二十三年、後部二年、職官と再び同盟した。以後、クレは職官と結んで、義に対抗し、諸葛亮の北伐など職官の動きに交応して、たびたび、義へ進行した。このように、尊権は匠長外交によって、勢力を拡大、維持した。二百二十二年から二百二十三年にかけて、クレは三方向から義に攻められ苦戦したが、 主官が僧人を破り、薬病が流行したため、義軍は退却した。二百二十四年、後部三年、義は再び攻めてきたが、女性が長江沿岸に偽の城壁を築いていたため、これに驚いた義は戦わずして退却した。二百二十六年、後部五年、孫権は露体を派遣して、式の反乱を打ちに圧し、公衆の支配を強化した。同年、 孫権、孫館、セムータンは江夏を攻め、諸葛金は上陽を攻め、孫館、セムーは高木を落としたが、諸葛金は柴伊らに敗れ、孫権らは撤退した。228年、後部7年、周邦が偽りの降伏を義に申し出て、義の早急を赤邸に誘い出した。陸村は主官、禅、お引きで、早急と戦い。 対象した、赤帝の戦い。229年、軍神神七尊孫賢に定位につくことを進言した。したがって、孫賢が皇帝に即位した。呉の初代皇帝、大祖代皇帝となるとともに、元号を横領と改めた。なお、諸は、呉との同盟関係を維持することに決め、陳信を祝賀の使者として、呉に赴かせた。武将において孫と改名し、 天下を分配することを制約しあった。やがて建業に選とする。二百三十年、王領二年、英圧し、諸葛正に一万を与え、異州と丹州の捜査を行わせた。異州から数千人を連行するも、この捜査は失敗に終わり、孫権は英圧し、諸葛正を処刑した。二百三十三年、カノギ二年三月、雇用、陸ク 長章ら重心の監視を聞かず、高尊縁の内通を真実と信じ、長渡る、巨安、が通るらに旧祖父の礼物と作為の地章を携え兵一万、を動員した。結果は、家臣の予想通り、高尊縁は尊権が派遣した使者を切り、恩賞を奪った上で、義に寝返ってしまった。激怒した尊権は自ら高尊縁制罰を、行おうとしたが、 節草ら側近たちの監視により思いとどまった。234年、かのぎ3年、植軍との同盟により、諸葛亮の北伐と共に慶州と合皮を攻めるが、満潮に苦戦し、宋への新政軍が来ると聞くと撤退した。この年から3年間、諸葛勤、陳兵、古将らを派遣して、山越えを討伐し、降伏した山越えの民を呉の戸籍に組み込み、 兵士として6万人徴兵した。236年、カノギ5年にご主戦500枚、238年、カノギ7年に五主戦1000枚の価値を持つ貨幣を発行した。赤カラス初年、名神とされる両一を側近として徴用していたが、後に悪事が露見して処刑されている。239年、赤カラス2年、高村縁が義に対して挙兵し、 孫権に援軍を求める。呉の人々は皆その使者を切ろうとしたが、一人羊だけは援軍を送り、義を攻撃するよう提案した。孫権はこれを聞き入れ、援軍として羊、孫い、低下を派遣し、義の長持ち、孔両を破る。孔孫縁は義に撃たれたが、義の人を捕虜として帰国した、両不可死の戦い。二百四十一年、赤ガラス四年。 主前や諸葛金に命じて、大軍で義を攻めたが、結局大きな戦果は得られなかった。借秘の役。この年、皇太子であった長男の孫斗が三十三歳で、病没すると、翌年三男の孫はを太子に立てた。しかし、当時長愛していた四男の孫派を、孫はと同等の諸遇としたため、立太子を期待する、孫母派と、敗太子を防ごうとする、 孫は鳩の対立を招いた。後継者をめぐる家臣たちの対立は、泥沼化。孫権は二人の不安を案じて、人の出入りを禁止し、学問に励むよう訓戒をしたが、対立はやまなかった。二四十三年、赤ガラス六年に、諸葛つとむが義を攻め、六案で、茶順を破った。四十四年、赤ガラス七年に、不、趣旨からが、職が義と通じて、 クレを責めようとしていると厳情した。孫権は、自分の名誉にかけて保証し、結果的に、孫権の予測が的中した。また武将が反滅ぼしてその祭祀を連座し、処刑のことが禁止された。247年、赤カラス10年、孫権が、諸葛一に明治儀の諸葛丹をおびき寄せようと図り、自分でも、軍を率いて出陣した。諸葛丹らは撤退した。 後継者をめぐる、息子たちの争いに嫌気がさした孫権は、罰子の孫領を長愛し出すようになり、250年、赤カラス13年に、結局両者を廃して、彼を大使に立てた。この10年にわたる対立は、家臣団の間に大きな亀裂を生んだほか、多くの家臣が処刑、自殺、追放に追い込まれ、呉という政権の求心力を大きく低下させた、二宮事件。 後に孫権は死の床で孫はの無実を悟り、彼の名誉を回復しようと考えたが、孫はお像をしていた長女の全公主の残言により思いとどまっている。二百五十一年、ふともと元,元年、長江が氾濫し、縄文まで水に浸かる被害が出て、孫権が視察すると、両四所は大船を繋ぎ止めて被害が出るのを防ぐために尽力した。孫権はこれを喜び、 両四所を、東亜田将軍とした。十一月、風室で渋滞になると、諸葛つに、政務の処理を一任した。諸法令への意見について、孫権は、その都度長居した。百姓は大喜びする。二百五十二年、神大鳥元年四月二十五日、既得になると、諸葛つ孫博、氏、孫春、東種、両らに工事を託し、翌日、 孫権は崩御し、孫漁が皇帝となった。同年7月、少量に葬られた。漁母は、南京、県漁東の梅火山にある。高貴な人相、顎が張って、口が大きく、瞳にはキラキラとした光があった。高表伝。なお、漢の竜が16歳の孫権に会う時は、警防機と語ったという。ヤシには、芝居、菅音と格好が似ていると言われる。 後世の文人によって、結出した若君として描かれている。僧の詩人、シンステルシツの南京子、登る稽口北方定遊懐という詩では、年少万株と座談東南線未休。天下英雄誰敵的種、宋竜、一九子あたり、助尊厨房と歌われた。当の歴代帝王図鑑では、手には守備を持ち、その指導力が高く評価された。 小説、三国支援儀では、壁眼紫髭、堂々一表と堂々とした風彩の持ち主として描写されている。壁眼寺、青瞳の堂と呼ばれる。土量が広くほがらか、優しいだけでなく、決断力がある性格、男気を好みしを養う、制度、広志明、人氏し,しかも多段、高キャン用紙、高評伝。言動がおどけていて、 むちゃくちゃな冗談を飛ばしてから買う、性格、正規滑稽、あざけりーム型。総と商用は、受こびという形容を使い尊敬の柔軟な物腰を表している。儀略。失素倹約を好んだ。即位後、倹業に新たな宮殿を建てたりせず、今までの将軍府を使い続けていたが、やがて老朽化が進んだ。そこで、 築二十八年ほどの武将軍を解体して資材にして、修繕した。また、高級の女性も、糸紡ぎの仕事をする女官なども含めて百名に、足らない程度しか置かなかった。彼が好き、暮人で帰るのが常だった。暮県に行こうとして親しく乗馬し、手で虎をいた。馬が虎に傷つけられたので、孫健は葬撃を投げたところ、虎はひるんだので、近似の長与が矛で撃って、 これを得た。字には軍を恐れた獣があって、その度またた車を犯したが、尊権はことごとに手図から打って楽しんだ。また、長領のことによると、武芸においては馬をよく操り、汽車が得意であったという、検定春秋。北宋の詩人である蘇職の、工場を、密集で領には、親い虎、に、孫郎と歌われている。また書を好み、書と書と行書がで、 当の長布ところの書庫では、記在味、罰、絶世難休と評されている。クレイの使者を務めた長子が、義の総秘に尋ねられた際、総名、人としさとし、有略と評している。各は、尊権は巨実を知り、リクソンが平成を見ており、検遜によって、要所を守り、高庫に船を浮かべ、皆に和歌に図るのは困難です。幼兵の浄道は、 まず勝った後に戦い、敵を図って、勝を論じるもので、それゆえことを挙げても、一策はないのです。真が、密かに軍心を領理に、劉備や孫権に対応できる者はおりませんと評してる。聖師、三国志戦者の陳氏は、孫権は、身を低くし片付けなお忍び、才能ある者に仕事を任せ綿密に計略を練るなど、越王高戦と同様の非凡さを備えた。 万人に優れ傑出した人物であった。さればこそ、高難の地を、自らのものとし、三国定律を成す呉国の基礎を、作り上げることができたのであると功績を称えるも、その性格は疑り深く、容赦なく、殺戮を行い、万年に至ってそれがいよいよ募ったと表し、その結果、残言が正しい人々の行いを断ち切り、後次、孫は、孫派も敗され、 殺されることになった、イタリュウザン天行、タネシ拝イ,イ子孫たちに、平安の策を残して、慎み深く子孫の安全を図ったものとは言い難い。兄いわゆるイけつまごハカリゴも、燕翼メツバサシ,シその後は、大が衰びしついには、国が滅びることになるのだが、その公用領地、水松室副国、その縁員が彼の、そうした、行いになかったとは言い切れない。 未室冬これなりと、彼の晩年の振る舞いを批判している。移動雑後の著者の孫森は、孫賢が死を養う様を見ると、心を傾けて、思いを尽くすことで、その死力を求めたのである。菅孫賢の養子なり、軽心血を燃え、意球その死力と評した。リクソンの孫陸樹は、弁望論で、大祖、孫賢は、徳をもってなし、聡明英たちにして、 井戸深淵であった。賢者を求めるに果てしもなく、民を幼子のように憐れみ慈しみ、人に接するに優れた徳を、人師、人者に親しむ際は、心の底から愛を尽くした。与母を軍隊より抜擢し、反不可視を捕虜の中に見出した。さねのぶなる人物を推挙し、人が自分を欺くことなど憂れず、才能を図って適所に用い、 それらの権力が自分を犯すなども憂うことはなかった。馬に乗り鞭をとっても身をかがめて、うやまいつつしむことで、陸ク陸ンの威厳を重くし、この平和でことごとく委ねることによって、周囲の軍を救った。宮殿は質素にし、食事も粗末にして、行進への恩賞を豊かにし、心を開き人の話によく耳を傾けて、国家の体系を唱える者の意見を入れた。 それだから露宿は一度会っただけで自らを託し、師匠は剣を犯して、進化となることを望んだのである。長公、長将の伊沢を尊び、そうして、狩りの楽しみを減らし、諸葛金の言うことを尊んで、情欲の楽しみを裂き、陸公のただし、今しめに漢字入って刑罰に関する政治の、煩わしさを取り除き、竜はじめの議論を優れているとして、三尺の受け絵を作り、 身の置き所のないほど、恐れつつ死んでいる使命、両毛の病を見舞い、需要のあるものを分け与え、甘いものを減らして、両党の孤児を育て、天使の位につき、生き上がり感激するにも、それを、露宿の功績に返し、悪言など見向きもせずに、死ゆ、諸葛金の忠説を信じた。こういうわけで、中心たちは競ってその計り事を尽くし、死死は皆尽力することができたし、 体系は遠略にして、元よりまちまちたるに飽きぬものであった。だから百官はいくらかまとまってはいたが、庶務については未だ手が回らなかったと評した。また、類文を表しその死を悼んでいる。十数口の戦いの際、孫権は自ら敬戦に乗って、曹操の軍営に入った。諸将らが迎撃しようとしたところ、曹操が、 これはきっと孫権が自ら我が部隊を見ようとしたものだ、とし、軍中は限界し、弓を乱れに打たせなかった。孫権は行くこと5.6里で回答し、湖水して帰還した。曹操は、孫権の夫人に、少しの乱れもないことに感嘆し、息子を持つなら、まさに、孫中坊のようなのがいい。行くこ当初孫中坊と周囲に語ったという。孫が曹操への殺で得には、 春はまさに水が生まず。君は、よろしく速やかに去るべし。別の神で言うには、足元が死なねば私は、休んずることができぬ。曹操が、諸将に語るには、孫権は私を欺かぬ隠かして、軍を、通る衆して帰還した、くれろく。孫賢は豪王に奉献されると主演を開いて、自ら酒を注いで回ったが、具本は、酔いつぶれた演技でやり過ごし。 孫権が去るとすぐに出前を元のごとく正した。孫権は大いに怒り、かつて曹操が公有を処刑した例を引き合いに、愚本を切ろうとしたが、大臣の劉はじめが利を尽くして悟したためについに、愚本を許した。後に、酔いが覚めた孫権は、自分の行いを大いに食い、以後は、主演の場で自分が下した命は無効とすると触れを、下した、愚本伝。孫権は、 帝泉を老中に認じ、かつて言うには、今日は、囚人の中で面と勇めることを好むが、霊と敬意を失することがある。激凛を恐れることがあるのか真は、君が民であれば真は直だと聞きます。今、朝廷は上下とも、無意味なの時にあっております。誠に幸運を頼んでおり、流輪などは、恐れておりません帝泉に宴会にハベり、尊権は、 恐れさせようと連れ出させて勇士に伏し、知財を促した。て泉はこの時しばしば帰り見た。孫健は呼び返して笑ってのたまった。あら、今日は竜林を恐れぬと言ったが、どうして出される時に帰り見たのだまことに恩寵が厚く、死の憂いがないと知っていたのですが、下校の際に異例に勘をして帰り見ずには、おられなかったのです。武将で、長安なる。 巨大戦艦の浸水式を行った際、孫権も船に乗っていたのだが、羅州まで向かう途中で、風が激しく吹き、長江が大いに荒れた。一万一を傷した側近たちは船長にハングチに向かうように命じたが、大いにはしゃいでいった孫権はそのまま、羅州まで向かえと命令を出した。見かねた側近の谷都が、船長に歯を突きつけ、ハングチへ向かえ、さもなくば切ると脅したため、 結局、半口に停泊した。訓命を無視された孫権は、谷都市に、李ちゃん、なぜそんなに水を怖がるのだねとぼやいたところ、谷都市に、もし船が転覆したならば、国家の事業をどうされるのでございますか。ですので谷都市は、あえて死をかけてお止めしたのでございますと悟されている。陸村が、早急を破った際、孫権は大縁を開いた。酒に酔った孫はリクソンに命じ、 二人で共に舞を踊った。その時着ていた白いモモンガの毛皮で作った衣服を脱いで歌詞した五所太平洋乱。進むの古今中によると、六振りの宝剣と三振りの宝刀を所持していたという。剣は、八甲、四殿、平気蛇、流星、青銘、百里、刀は、百蓮、青徳、老影という。それに、彼が持つ神吉崎一弓、 射程は3里、1.5キロ、3頭の馬を貫くことができる。孫権が雨になると、胞子の助像に陰陽の術を学び、姿を隠したまま伝門を出入りしてみたところ、誰も孫権に気がつかなかったという、新宣伝。その他、唐種に嫁いだ娘がいる、幼女と思われている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。